みんなの探索のおかげで新しい武器が追加できました。よかったら見ていって。どの武器を強化したい？どの吸血ガスを強化したい？それじゃあ気をつけてね。どうしたのです？どうなったんだ？クルソラスは、他のみんなは一体？この世界のことを知るたび、自分の罪の重さを改めて突きつけられたような気がした。わずかな血類を奪い合い、飢えたレブネットたち、争いの果て、何人ものレブネットがロストに落ちていった。身に降る火の粉を払うため、戦いに明け暮れる日々。戦っている間だけは、自分の罪から目を背けることができた。俺を助けてくれたのか、この血類は。そこに倒れている奴らに命じられて、お前が集めた血類なんだろう。好きに使えばいい。他のレブナント、奴隷のように扱う連中は少なくない。次から気をつけるんだぞ。俺ケビンって言います。何かできることがあれば。また来る。今回の分の血類だ。少しは足しになるためだ。ありがとうございます。いつもすみません、俺ばっかりこんな。好きでやっているだけだ。お前が気にすることはない。何かあったら言ってくださいね。俺何でもしますから。この当時の俺は何も分かっていなかった。長期化するクイーン討伐戦の中で、子供たちまでもがレブナントとして戦場に送られた。討伐戦後、頼れる人も力も持たない彼らは、よりどころもないまま日々の渇きにあえいでいた。少しでも救いになれば。あの時はただそう思っていた。その思いが悲劇を招く引き金になっていたとも知らずに。どうしたのです？非道なレブナントに刺激されていたレブネットの少年ケビン。ケビンに血類を施すのは、いつしか俺の日常になっていた。だがその日は、いつもと様子が違っていた。姿がどこにも見当たらず、住みかを激しく荒らされていたのだ。ケビンを知るというものから、全てを聞いた。数日前に他のレブナントに襲われて灰になってしまったのだ。俺が渡した血類を狙われて。
血類を渡してさえいれば救える、そんな風に思っていたんだろう。生半可な覚悟のせいでケビンの未来を絶ってしまったんだ俺は。ああ、その後すぐに別のレブナントに血類を奪われてロストに落ちたそうだ。もう二度と忘れはしない。どうしたのです？ごめんなさい、ルイさん。俺、もうダメみたいです。でも、後悔はしてない。みんなと血類を分け合った時、初めて人としての命を取り戻せた気がした。ルイさんのおかげで一瞬だけでも生きていると実感できた。ありがとう、ルイさん。俺、ちょっとだけでもあなたみたいになれたから。ありがとう。人を助けるには相応の覚悟が必要だと思っている。一時の施しで助けた気になるのは欺瞞に過ぎない。だが俺は、だからといって何もしない臆病者にもなりたくない。たとえ欺瞞に過ぎなくともあがき続ける。そして助けられなかった罪と向き合い続ける。俺はそう決めたんだ。それがあの時助けられなかったクルスのために、この世界のために、俺ができる全てだから。ケビンを死に追いやってしまった俺の罪に変わりはない。だがありがとう、ケビンの思いを届けてくれて。どうしたのです？畜生！そこら中化け物だらけだ。ここから早いとこ逃げ出さねえと。待って、リキ！さっきの戦いで怪我人が。ナモを置いていけ。怪我人の重りなんてしてたら命がいくらあっても足りねえぞ。この先に確か檻に囲まれた建物があったはずだ。一旦そこに避難しよう。はあ、正気かよ、ヤクナ。負傷者が回復するまでここに残るだと。外を見てみろ、化け物だらけだ。今は動ける奴だけでも協力して活路を見出すべきだ。そのために仲間を見捨てろってのか。だったらここで死んだ方がマシだ。もうついていけねえよ、お前には。俺たちだけでも生き延びてやる。じゃあな、ヤクナ。
よかったのかな、これで。仕方ないよ、この先どうなるかなんて誰にもわからないんだし。ねえ、ヤクモ。ヤクモ。ああ、そうだな。これは昔の仲間たちの記憶をたどっていけばわかるんだろうか。あいつらが今頃どうしているのか。仲間を見捨てないか。俺はこの時リキを、リキについていった仲間たちを見捨てちまったようなもんだよな。結果残った俺たちは全滅した。もしもっと話し合っていれば全滅だけは免れていたかもしれない。まあそれはそうかもしれないけどよ。でもよ、たまに考えちまうんだ。あいつらは俺を恨んで死んでいったんじゃないかって。まあ今更考えたところで答えなんか出ないんだけどな。どうしたのです？孤立した部隊を助けに来て、気でも触れたか、ヤクモ。殺されに行くようなもんだ。大切な仲間なんだ。見過ごすわけにはいかないだろ。てめえはいつもそうだ。人の意見なんて聞きやしねえ。援護は一度きりだ。あとはお前が何とかしろよ。ヤク、てめえだな。俺たちの商売を邪魔したのは。商売ってのは浪客品の横流しのことか。お前らがやってんのはただの盗っ人だ、リキ。みなしごだった俺たちが、わけもわからねえままに御堂の何もかも奪われちまった俺たちが、自分より弱い奴から奪ってどうすんだよ。いい子ぶりやがって。てめえのそういうところが気に食わねえんだ。表に出ろよ。今度こそ白黒はっきりさせてやる。どっちの方が上かってことを。少しは手加減しろっつーの。お前相手に手加減なんてしたら死んじまうからな。いけすかねえ野郎だぜ。負けず嫌いというか、なんというか、リキにはガキの頃から目の敵みたいにされててよ。何をするにも意見が合わないことが多くて、しょっちゅう喧嘩してたような気がするな。お世辞にもいいやつとは言えねえが、自分の気持ちに正直でまっすぐなやつだった。
どうしたのです？それではどうしたのです？これでよかったのか、リキ。ヤクモたちを置いてきちまって。この災害のおかげで奴隷みてえな傭兵家業から抜け出すチャンスが巡ってきたんだ。こんなところで死んでたまるか。でもどうやって逃げ出すつもりだ？救助ヘリを探す。化け物の少ないエリアを回れば一つや二つ見つかるはずだ。おい、リキ、ついに見つけたぞ。救助ヘリだ。おーい、おー、化け物ヘリを噛み砕きやがった。クソが、手当たり次第に食い散らかせやがって。もう逃げる場所なんて。諦めんじゃねえ、生きて帰るぞ、絶対に。リキの部隊も最後には化け物にやられちまったってことか。あの時もし俺たちが一緒だったら。そうだよな。悪いが、あいつらの他の記憶を探すのを手伝ってくれないか？どうしたのです？深い眠りから覚めた時、俺たちを迎えてくれたのはあの時見捨てたはずのミゲルだった。大崩壊の後、化け物に食い殺された俺たちは遺体をミドに回収されて、ボア寄生体とかいうのを埋め込まれて蘇ったらしい。結局また奴隷の日々に逆戻りってわけだ。ほとんどの連中は蘇生に失敗して朽ち果てちまったらしいが、なんとかしてここから抜け出すことができれば、エミリーがミドの実験に耐えている間に。ヤクモは後悔してたよ、あの時リキたちと喧嘩別れしたこと。あいつが、うん、他に選択肢はなかったのかって。知るかい、そんなこと。大変だ、施設の壁が破壊されて外からロッソが。ちょうどいいじゃねえか、この騒ぎに乗じて逃げるぞ。ヤクモはどうする？まだ眠ったままみたいだが。そんなもん決まってるだろ。昔からまっすぐでバカみてえに仲間思いで、最後までいけすかねえやつだった。目を覚ましたこいつを一発ぶん殴ってやらねえとこっちの気が済まねえんだよ。リキたちだったんだな。あの施設から俺を運び出してくれたのは
情けねえ。俺だけがのんきに眠ったまま、あいつらは無事に逃げ出せたんだろうか。それともまさか俺のせいで。まあそのつもりだ。記憶を探そう。あいつらの思いを受け止めるためにも。どうしたのです？ダメだ、リキ。外に出たのはいいけど、ロストの数が。ヤクモを見捨てて逃げるしかねえってか。畜生が。二度も見捨てられるわけねえだろ。いいか、お前ら。絶対に生き残るぞ。ヤクモの野郎をぶん殴るまではな。ヤクモ、本当いけすかねえやつだったよ、お前は。でもよ、お前は俺の憧れだった。あんなクソみたいな生活の中で、まっすぐなピカピカした瞳を持ったお前みたいになりたくて。案外悪くないもんだな、仲間のために命を懸けるってのも。ずっと恨まれてるもんだと思ってたが、あいつらこんな思いで俺を。ああ、自慢の仲間だ。俺にはもったいないくらい。俺はあいつらの思いを背負って、俺という形をこれからも貫いていこうと思う。それがあいつらにできるせめてもの恩返しだと思うんだ。ありがとな。俺は俺らしく仲間を、そしてお前を支えていく。これからもよろしく頼む。お前ら、赤剣の。言っておくが、俺はお前らに構ってる暇なんてねえ。ただでさえ面倒な状況なんだ。やべえ、ロストに足止めされちまって。くそ、仲間のために血流の泉を探さなきゃならねえのによ。公園の方にいるロスト、あいつが邪魔でどうしようもできねえ。どうだ、公園の方だ。俺との探索は慣れたか。Ah!
重な物資だ。ありがたくもらおう。お前ら、あのロストを倒してくれたのか。面倒かけちまったな。本当なら俺が自分で倒さなきゃなんねえのに。保護区を追い出されてだいぶ経つってのに、一度錆びついた腕はなかなか元には戻らなくてよ。ロストが掃除された場所で安穏と暮らしてたツケが回ってやがる。今の俺たちが生きていくには血流の泉を探すしか方法はねえってのに。今さっきロストに囲まれちまって、なんとか逃げてきたんだが。どうだ、俺との探索は慣れたの？これで食らう。やるしかない。頼もしいな。すまねえ、迷惑をかけちまった。どうやら持っていた薬がロストを呼び寄せたみたいだ。レブナントの力を強化する薬らしいんだが、俺の手には余る代物らしい。助けてもらった例もある。必要ならあんたらに譲るよ。不安要素は潰しておいてくれ。あんたらか。あんたらレブナントなんだろう。どうやら俺もそうみたいだ。俺はもう人間じゃない。死んでも蘇る不死の存在ってわけだ。だから俺もロストと戦おうとしたんだ。そしたら返り討ちにあって武器を落としちまった。それで丸腰のまま動けなくなってるんだよ。笑えるだろう。どうだ、俺との探索は慣れたか。武器がなきゃ戦えるわけない。
ここを登ると宿り木があったな。刺激している。落ちる前の行動を再現している。これな。この武器、見つけてくれたのか。恩に着るよ。これでまた敵と戦える。もっと訓練して早く強くならないと。大崩壊の時の化け物がまた現れるかもしれない。今のままじゃあいつらに食われちまう。少し待ってくれ。ちゃんと動いているみたい。あの穴を降りるのはリスクが高いな。目測を誤らないようにな。あんた、この先に行くのか。悪いことは言わねえ。今はやめとけ。穴の奥にめちゃくちゃ強いロストがいてよ。俺もそいつのせいで仲間とはぐれちまった。探しに行きてえけど、あんな強いロストがいたんじゃ。くそ、どうすりゃいいんだ。なあ、あんた、もし俺の仲間を見かけたら教えてくれ。俺と同じ保護区のドックタグが目印だ。足を滑らせるなよ。あいつらまだ穴の中が。
こんなところにエレイマイ上の穴、あそこから町が落ちてきたか。おい、それは あんたが持ってるの、それ仲間のドッグタグだよ。灰にまみれてたって、それじゃああいつもう。だとしたらもう一人も危ねえぞ。せっかく保護区を出てここまで来たってのに。ああ、俺が住んでる総督府管理課の保護区も血類の枯渇が深刻な問題になっててな。だからサーベラスがロスト狩りをしないような危険区域まで血類探しに遠征してきたのに。でも諦めねえぞ。俺は必ず血類を持って帰らねえといけねえんだ。少し待ってくれ。交差点か、さてどちらへ向かうか。引いて立て直すのが手だぞ。せよ